本校ではマダガスカルの地質について解説する。マダガスカルの地質は様々な種類の先カンブリア時代の岩石を含む。マダガスカル島の東部から中央部にかけての大部分の岩盤は東海先カンブリア時代の岩石により構成され、ところどころで中世代から新世代にかけての時代に形成された玄武岩や流門岩による貫入を受けている。これに対して、 島の西部は石炭期から第四期にかけて形成された大石岩により構成されている。太古代の岩石は島の北東部からその南のラヌツァラ船団域にかけて見出される。島の北部には太古代もしくは古元世代に形成された緑色岩体がある。マダガスカル島の地質構造はおおむね北西から南東にかけて左巻きに走る船団体により南北に分かれる。 アンパニフィソ制旋団体は、白粒岩の編成作用、統計車集局、平らな外角部、垂直変理、三階型車、長岩の鞘状配置を伴い旋団体が平地化した、結果形成された。マダガスカルは、サファイア、ルビー、多色トルマリン、エメラルド、アメジスト、コーディエライト、アクアマリン、ガーネットといった色のついた宝石を算出し、 世界の主要宝石産出国の一つである。グラファイトの主要産出国でもあり、産出量はアフリカで2番目である。さらにクロマイトの産出量はアフリカで3番目である。虎る近くの海岸の砂に膨大な量の酸化チタンが見つかっているが、採掘のためには当該地域の沿岸森林の75%を伐採されることになるため実行されていない。 マダガスカル西部には大量の石油が埋蔵しているが抽出のためには水蒸気圧入が必要とみられる。技術的に困難が伴ない費用もかかる。セミルルとベムランガの2つのオンショア油田の埋蔵量は合わせて115億バレルと推定されている。ありがとうございます。